はい、ということで今回はですね、名古屋のね、とこでポケモンをやってきました。ってことでね、こんな感じでね、ジムがね、いっぱいあるんですけど、ちょっとね、ジム撮るところは最初の辺はね、ちょっと録画できなかったんですけど、こんな感じで、ポケストップもね、いっぱいあることが分かったんで、はい、こんな感じに回収してきました。で、このようにね、ジムがいっぱいあるんですけど、まあちょっと離れてたんで撮れなかったんですけど、まあ名古屋行った時にはね、いっぱい撮れると思うんで皆さん行ってみてください。で、ちなみにこれやってた時はまあ助手席に座ってたんで、まあ良かったです。運転手ではやってないんでね、安心してください。ということで、こんな感じで、でジムバッジもここに、ね、取れるとこも取ったんで、ここはちょっと岐阜の方に戻ってきた時に取ったんですけど、このようにジムバッジが回収できましたんで、良かったです。バッジ回収がいっぱいたくさんできたんで良かったです。でもってね、ここのとこでね、初めてね、ポケモン配置できたんで、まあ初めて強さ、シャワーズをね、はい、配置してみました。で、配置したんですけど、実際には5時間ぐらいでね、負けて帰ってきました。ということで、今回はポケモン GO のお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you.